悪魔羊と黒い猫のイベントストーリープレイしていこうかなって思います。私ことしゅうやメインストーリー見ているだけでイベントを全くやっておりませんでね、まあ、せっかくならね、まあ、悪魔羊たちをいっぱい堪能していこうかなって思っております。これいつのイベントかな、2年前かな多分。バトラーズ様、セクシー、まあ、早速やっていきましょうかね。第1話新たな依頼。お、どんな依頼が、結構乖離するよね多分今と。だって今はもう羊も3人増えて大所帯で天使たちと戦ってるでしょ。こっち2年前だからね、まだちょっと和やかな雰囲気なんじゃないか。8月のある日。はあ、はあ、最近暑くなってきましたね。もうすっかり夏だからね、今冬や。だいぶ季節外れのゲームやってるしゅうやん。コンコン。え、おや、どなたか来ましたね。どうぞ。誰だ。主様。お、ベリアン。いいね、サマースタイル。失礼いたします、主様。ちょっとなんか涼しげ。ベリアンさん、どうかしたの。本日主様に新しい依頼が届きました。なるほど。俺に新しい依頼。はい。今回依頼で向かう場所は水の都ベリスです。ベリス、なるほど。へえ、水の都ですか。なんだか涼しそうな場所ですね。そうですね。ベリスはここより南に位置する海沿いの町です。中央の大地ではリゾート地としても有名なんですよ。へえ、リゾート地、一体どんな場所なんでしょうね、主様。すごく興味をそそられるきっと主様も気に入っていただけると思いますよ。そんなに最高の観光地か。今回の依頼はそのベリスで開かれるお祭りの警備です。物騒だぜ、はい、私たちはお祭りが開かれている間、天使から人々を守ることになります。お祭り中に天使攻めてくんの、やべえな天使たち本当に。ちなみに今回の依頼は執事全員で参加いたします。マジかよ、もう全員の水着見れるってことかこれ。え、全員で行くんですか。話を聞く限り全員で行くほど危険ではなさそうに思えますが、このお祭りはグロバナー家の貴族が多く参加する大事なイベントなのです。新しい執事3人はいないんだよなこのイベント。貴族の皆さんにもしものことがあってはいけないので、はい、念には念を入れてということなのでしょう。なるほど。ですが、ただ少し念を入れすぎな気もしますね。そうですね、私もそう思いますが、それがグロバナー家の決定ですからね、従うしかありません。あの、ちなみに私たち悪魔羊は屋敷を離れますが、天使狩りはこれまで通り行います。もしもベリス以外の場所で天使が現れた場合、あ、すぐさま駆けつけると、はい、呼び出しがあればすぐそちらの対応に向かうようにと指示されています。なんだか忙しいですね。屋敷を留守にして大丈夫なのそこはご心配いりません。グロバナー家の憲兵が留守の間屋敷を守ってくださいますので。憲兵さんたちが屋敷を、貴族の中には悪魔執事をよく思わない人もいるんですよね。その貴族直属の憲兵さんたちを本当に信用していいんですか。いえいえ、それも心配いりませんよ。今回の依頼は過去にも何度か受けていますし、その都度憲兵に屋敷を守っていただいています。屋敷を守ってもらうのは今回が初めてというわけじゃないんですね。はい、なるほど。それなら少し安心しました。主様、では主様、数日後に水の都ベリスに向かいます。突然で申し訳ありませんが、そのつもりでいてください。わかった。もうとっさだね、早速始まっちゃったね。さてそれじゃあ準備を始めないといけませんね。準備、主様専用水着作っちゃう的な水の都ベリスは海沿いのリゾート地。なるほど、海といえば水着ですよね。あっちゃー、セクシーであふれかえっちゃうこれ。水着、そうですね、水着の準備は彼にお任せください。絶対フルーレ。彼、決まってるでしょ。おや、またどなたか訪ねてきましたね。
主様。でも予想通りだったよ。可愛いな。失礼します、主様。フルーレさん。主様。主様の水着はフルーレ君がお作りいたします。そうなの？緊張しちゃうな。実は主様に似合う水着をいくつか考えてきたんです。しかもお手製。後で主様のご意見もお聞かせくださいね。すごいやる気になってる。俺ビーチで主様が一番輝くような、そんな素敵な水着を作りますから。輝けるかな。悪魔羊たちでもう花がね、花できちゃったかな。ありがとう。うん、はい。早っ、もう来ちゃった。第2話、白い砂浜と海。無理だよ、絶対主様見ないよ。みんな悪魔羊に目奪われちゃうよ。お祭りの当日、水着に着替えた俺は、浜辺に立っていた。心地いい潮風と波の音が俺の心を癒す。目の前には白い砂浜とエメラルドグリーンの透き通った海が広がっている。いいね、景色。俺はリゾート地に来たのだと改めて実感した。いやー、冷たくて気持ちいいです。ムー、海大丈夫か？溺れんなよ。ムーは海に足をつけてパシャパシャと遊んでいる。何その絵面、絶対可愛いじゃん。その光景はとても楽しそうで、見ていて微笑ましくなった。主様。おいおいおい、なんか、なんだろう、着てるのにエッチ。着てるのにエッチだよ、それ。あ、主様、水着に着替えられたんですね。やっぱり主様には、この色が似合うと思ったんですよ。ありがとう。これもしかして、シュウヤもこんなエッチな服装になってんの？マジかよ。本当に素敵です。ありがとう。主様。おい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 、ダメだって、それ。主様の水着似合ってるじゃねえか。いや、君たちには負けるよ、本当に。素晴らしい。エロいって、なんかエロい、なんか逆にエロい。そのガタイの良さがもうさらにエロい。なんか、なんだろう、お腹にあった傷もまたエッチだよ。なんかその帽子もエッチだわ。でもやばいってこれ。すごくいいと思います。 ありがとな。あれあれあれ、ベネスさん顔は赤いっすよ。仕方ないでしょ。主様の水着姿があまりに綺麗すぎて、おいおい、なんかにやけちまうな、このイベント。主様の水着姿なんてそうそう見られるものじゃないしね。もう確かにそうなのかな。とても新鮮で少しドキドキしちゃうな。いや、こっちだよ、ドキドキ止まんないの。はい、その気持ちすごくわかります。おい、イケメンたちがそのちょっとセクシーな水着着て頬をあからめてんのやばいって。あまりジロジロ見られると緊張しちゃう。すみません。主様はこのビーチにいる誰よりも輝いています。ありがとな。素敵だね。そうだね、すごく素敵だよ。 ありがとう。宮司さん、健康的に日焼けしてる。しかし、だが少し露出が多すぎないか。そんなに？俺もっとセクシーなの？これもしかして羊たちよりヤバい格好？さっきから周りの視線を感じる気がする。本当に？主様の水着姿を他人にジロジロと見られるのはなんか気に食わない。なんか嬉しいな、その焼き餅の焼き方。嬉しいな。それだけ主様が素敵だという証拠ですよ。さすがでございます。さすが私たちの、ごめん、セリフかぶっちゃった。私たちの自慢の主様です。で、照れるからもうやめて。そうなっちゃうよね。あ、皆さん集まっていたんですね。今さら気づいたの？海に夢中で気づいてなかった。すみません。あれ、その衣装は何ですか？ん？これはベリスの警備隊の制服ですよ。はい、ここに滞在する間はこの衣装を着て過ごすことになっているんです。へえ、そうなんですね。ムー、ほらムー、この帽子をかぶって。これは皆さんとお揃いの帽子です。あのさ、さすがに猫用の制服はないだろうから事前に準備してたんだ。うん、結構似合ってるんじゃない？ありがとうございます。かわいいな。主様、僕の帽子どうですか？とっても似合ってる。かわいいぞ。似合ってるよ。
やったー、めちゃくちゃ喜んでる。主様に褒められました。ムーちゃん、よかったですね、ムーちゃん。ふふふ、おい、はい。それにしてもベリスの警備隊の制服って華やかな感じなんですね。警備隊っていうからもっとかっちりした衣装かと思いました。あ、警備隊服なのか。だからそんな感じなのね。ベリスはリゾート地だからね。うん。雰囲気を損なわないようにお堅いファッションは避けているらしいよ。なるほど。なるほど。辺りを見渡すと人々はリゾート地らしいファッションに身を包んでいる。その時俺はあることに気づいた。え、何？このお祭りは貴族たちが多く参加するイベント。貴族的な風貌をした人の他にも明らかに貴族ではなさそうな家族連れもたくさんいた。あー、もうみんな遊びに来てんだね。楽しみに来てんだね。貴族以外の人も来てるんだ。そうですね。ええ、このお祭りは貴族だけではなく一般の方々も参加します。ですのでこの時期のベリスは多くの人でにぎわうんです。そうなんだね。え？ん？あれ？そういえば、なになに？ムー、どうしたの？ロノさんとラムリさんの姿がありませんね。お二人はどこに？絶対遊び行ってるじゃん。それは俺も気になってた。確かに。確かにって言っとく？ん？ロノたちがいない？あの二人、一体どこへ行ったんだ？そうっすね。どこかに遊びに行ったんじゃないっすか？本当に？アルジ様置いて。そういえば、このビーチに来る前、ラムリ君がロノ君に何か耳打ちをしていたような。おい、何か企んでるな。アルジ様！なんだ？この声は、何？もう水着に着替え終わったんですね。ラムリ気合入ってんじゃん。遊ぶ気満々じゃん。素敵すぎます、主様。めっちゃ素敵じゃないですか。ラムリも似合ってるぞ。かわいい。マジかよ。似合いすぎじゃねえのか。みんな頬はからめてくるじゃん。俺も意識しちゃう。ありがとう。困っちゃうな。魔性の男になってるよ、シュウヤン。ロノ、ラムリ、お前らどこに行っていたんだ。ちょっと市場に行ってたんだよ。主様が着替え終わる頃には戻ってくるつもりだったんだ。それならちゃんと報告を。悪かったって、時間がなかったんだよ。うんうん、そうそう、これでも急いで帰ってきたんだから。お二人は何をしていたんですか？待って、ベリアンエブエッジじゃなかった今。急に。え、それはね、これを主様にプレゼントしようと思って。これは真夏の果実。今真冬。するとラブリーはフルーツの盛り合わせを俺に差し出した。よく見ると、花の形などに可愛くカットされている。いいね。いいセンス。やっぱりリゾートといえばフルーツでしょう。すごい。僕とご飯くんで作ったんです。あだ名。いや、フルーツをカットしたのはほとんど俺ですけどね。やべえな、フルーツカットの天才。僕もちゃんと手伝ったでしょ。二人ともありがとう。あ、主様が喜んでくれた。やった、サプライズ大成功。主様、食べてみてくださいよ。可愛くカットされたフルーツは食べるのに罪悪感があったので、普通にカットされたフルーツを食べた。あらら、甘くてとても美味しい。よく熟しているフルーツだ。美味しいだろ。新鮮でよく熟しているフルーツを選びましたからね。やばい、これ見てたらなんかフルーツ食べたくなってきた。もう一つ食べてもいい？ぜひぜひ全部食べちゃってください。全部はさすがに。やっぱなんか、あ、やばい、こうだこうだこうだ、
なんかベリアンがすごくエッチに見える。 OK、 ゲームに集中しよう。盛り付けも凝っていますし、急遽作ったとは思えないクオリティですが実は数日前から密かに準備を進めてたんです。ラムリさんからサプライズを提案されて。なるほど、そうだったんですね。本当に綺麗なフルーツカット。あれ、ロノってこんなに器用だったっけ。まあ、お料理もできるしな。だな、隠してただけで俺にもこういう才能があったんだよ。なるほど、そういうことだったのか。これバスティンも意外とできんじゃね。木彫りうまいもんね。あ、どうかしたのバスティン。ああ、ここ最近ロノがキッチンでフルーツばかり切っていたんだ。新しいレシピでも考えているのかと思っていたが。そうだな、今日のために練習していたんだなやっぱりそういうことだったんだ。ロノは相変わらず努力家だね。でもその努力を身にしたっていうその才能はすごいと思うぞ。おいバスティン、そういうのは言わなくていいんだよ。うん、そうなのか。それは悪いことをした。すまない、悪気はない。まあ言われちまったもんはしょうがねえし、いいけどさ。あ、ちょっとちょっと、なんかご飯くんの手柄になっちゃってない？フルーツの盛り合わせをプレゼントしようって計画したのは僕なんだけど、なかなか難しいよな。でも結果、まあ、でも提案したことによりこの結果が生まれたから二人とも偉い。主様を喜ばせようと二人とも頑張ったんですね。ふん。主様のためにというのはわかるが。ああ。次からは勝手な行動は避けるんだぞ。わかったよ。ごめん。なんだか今日はみんな少し浮かれちゃってるね。そうですね。でも楽しそうで何よりです。第3、水の都ベリス。はい。さて、それでは一応今回の依頼について整理をしておきましょう。今回の依頼はここベリスで開かれるお祭りの警備です。私たちはお祭りが開かれている間、天使から人々を守ることになります。ですが、ただ依頼はもちろん大事ですが主様に楽しんでいただくことも忘れないようにしましょう。くういい子たちや、本当に。主様は初めてベリスに来たんですもんね。俺主様との楽しい思い出をいっぱい作りたいです。くう、作ろうな。どうだ。なあ主様、後で浜辺を散歩しようぜ。おい、モテモテで困っちまうぜこれ。ボスキさん。あ、ちょっと抜けがけずるいっすよ、ボスキさん。主様、俺が後でめっちゃ景色のいい場所に連れてってあげるっすよ。あもん、もちろん二人きりで。くっ、みんな好きあらば俺を口説こうとしてくる。やれやれ。お前ら、主様が困っているだろう。では、それじゃあ今回は主様との楽しい思い出を作りつつ警備の仕事をするということだね。みんな忙しいな。大忙しだよ。はいはい。素晴らしい。とても素晴らしいアイデアですね。うんうん、僕も大賛成です。どうした、ムー君。どうしたんだい、ムー君。すみません、一つ気になることがあるんですけど。なんか、うん、気になること。はい、僕たち本当に楽しんじゃっていいんでしょうか。一緒。この町にも悪魔執事をよく思わない人がいるんじゃないんですか。それなのに僕たちが和気あいあいと楽しみながら警備の仕事をしていたら、町の人たちの反感を買ってしまうんじゃ。それは確かに大丈夫っしょ、イケメンたちらしい。なるほど、イケメンは何をしても許されるはず。それなら心配はいらないよ。どうしてですか。すると宮地は近くでドリンクを売っている店主に話しかけた。いかがかな。どうも久しぶりだね、元気にしていたかい。あ、みんな知り合いなの、もしかして。おお、悪魔執事の皆さん来てたんですね。今年もどうぞよろしくお願いします。ああ、ズブズブの関係や。宮地は店主に軽く手を振り俺たちの方を向いたほらね、
いい人たちだね。愛想よく返事をしてくれたね。ここでは皆さん好意的な印象を持たれてるんですね。まあ、悪いことしてないかんな、悪魔神たち。一方的に理不尽に恨まれてくかんな、ね、ベリスは癒しのリゾート地ですから。差別や偏見は一切持ち込まないし持ってはいけないと、そういう文化が昔から根付いているんです。いい人たちだからベリスの人々は私たちにとても親切にしてくださいます。そうなんだなんだか安心して過ごせそうですね、主様。うん、そして和やかムード。さてそろそろお祭りが始まる頃ですね。はい。それでは執事の皆さん、予定通り各階ごとに担当エリアの警備に向かってください。わかりました。そう言うと執事たちはそれぞれ町の方へ歩いていった。あの、あ、ロノ君、バスティン君。ん？何ですか？私は主様に少し町を案内してきますので。あ、ベリアン、早速抜けかけか。その間担当エリアの警備をお任せしてもいいですか？ああ、承知した。いただ、皆さん行ってしまいましたね、主様。それでは主様、これから町をご案内させていただくのですが、その前にこちらの上着をお召しになってください。ですが、ベリス自体はリゾートの町ですから、町中を歩くほとんどの人も水着のままです。ですので主様も水着のままで問題はないのですが、はい、水着のままだと主様が風邪をひいてしまうかもしれません。クーできた執事もしよければお使いください。ありがとう。俺はベリアンから受け取った上着を着た。膝まで丈があるが薄手で涼しい素材でできている。いいセンス。素敵です。とてもよくお似合いですよ。素敵です。あ、ありがとう。やべえよ俺がセクシーで溢れかえっちまう。さてでは歩きながらベリスについて少しお話ししましょうか。ありがとう。お願い。はい。ここ水の琵琶湖ベリスは4つのエリアに分かれています。ほうほう。まず私たちが今いるのは南エリアです。南エリアはビーチがあるエリアですね。はいはいはい。東、西、北の3つのエリアにはレストランや市場、宿泊施設などが立ち並んでいます。そうですね。さてそれでは早速街の中に入ってみましょうか。ここは東エリアです。レストランなど食事を提供するお店が多いですね。え、あれ、街の中にも水が通ってますよ。はい。街の中には海とつながる水路が通っていて、4つのエリアを船で行き来することができます。うわ楽しそう。それ便利だね。これがベリスが水の都と呼ばれるゆえんですねちなみにベリスは運気が上がる都としても有名なんですよ。マジかよ、もう通い詰めちゃうわそれ。運気が上がる？はい。ここはかつて山だったので鉱石が浜辺などに落ちているんです。ほんほん。あー、誕生日石的な、なんかそういう感じ。綺麗な鉱石はパワーストーンと呼ばれ、持ち歩くと運気が上がると言われています。なるほど。パワーストーンを使ったアクセサリーはベリスの名産品なんです。そうですね。大事な人への贈り物としてここのアクセサリーを買う人も多いんですよ。おへえ。そうなんだ、知識が増えていくもう少し歩いてみましょうか。もうスーパーベリアンタイムじゃん。もうベリアン推しの人たまらん時間やろな。俺たちは東エリアを見て回った。おや、それにしても東エリアの警備担当は3階の執事の皆さんなのですが、サボってる？なかなか見当たりませんね。確かにそうですね。一体どこにいらっしゃるのでしょう。すると突然誰かが俺の肩をポンポンと叩いた。誰だ？ん？いかがですか？ルカス、そこの美しいお客様、私のお店で食事をしていきませんか？お店？お店やってんの今？ルカス？どういう状況なん？
第4話トロピカルジュースく美味しそう驚かせてすみません。ルカスさん、ここにいらっしゃったんですね。あの、一体何をなさっているのですか？このレストランのお手伝いをしているのさ。え？レストランのお手伝い？うん。ほら、すごいお客さんの数でしょ。あまりの多さにお店の人手が足りないらしくてね。そこで、僕たちが手伝ってあげてるんです。ね、ルカス様。そうだね。そういうこと。へえ。ラムリさんも手伝っていたんですね。でも、お店の手伝いをしていて、警備の方は大丈夫なんですか？任せてください。ご安心ください。このなく、たとえお釣りの計算をしながらであろうと、周囲の異変は決して見落としたりしませんから優秀だな。ナックさん！ナックさんも手伝ってるんですね。はい。私は主にお会計の方のお手伝いを。お金の計算大好き。こうして繁忙期のお店を手伝えば、美味しいワインを格安で提供すると店主の方が約束してくれたのです。これルカスさんのために。屋敷の酒代を節約できると思えば、会計係として引き受けないわけにはいきませんよ。偉いな、ちゃんとお金の節約できて偉い。なるほど、さすがナック君ですね。やりくり上手。おい兄ちゃん、こっちのテーブルワインおかわり。はーい。あ、いいな、今度お酒飲みたくなってきた。はいはい、今行きます。フルーツ片にお酒が飲みたい。さすがラムニ君、人混みの中でもスルスルと軽やかに移動できてますね。それにしてもいい匂いです。このお店ではどんな料理を出してるんですか？うん、そうだね、このお店の名物といえばやっぱり、うわ、パエリア美味しそう。しかもオリーブオイルをふんだんに、地元で採れた海の幸とオリーブオイルをふんだんに使ったパエリアかな。ムール貝や赤座エビなど、どの食材も採れたての特産品ばかりだからね。この店のパエリアは世界一とも言われているそうだよ。お腹減ってきたよ。これがまた地元の白ワインとよく合うんだよね。このお酒好きめ。はい、そうですね、ここベリスはワインの名産地でもありますから。理想的な気候の中で育まれたブドウはワインに芳醇な香りと味わいを与えてくれるらしいですよ。うん。感想、私はお酒を飲みませんのでよくわかりませんが、ルカスさんがきっとわかってくれる。ん？あれは？え？何？え？どうしたんですか？ナックさん。ラムリ。ほらラムリ、何をしているのですか？ボトルに残ったワインを勝手に飲んではいけませんよ。うわ、げ、見られちゃった。はあ。別にいいじゃん、どうせ捨てるだけなんだし。そういう問題ではありません。全く執事としての自覚がないのですか？そもそも仕事中にお酒を飲んで警備に支障をきたしたら。ルカスさん飲んでんじゃない？ナック君。まあまあナック君、今回はそれぐらいにして、お客さんたちの目の前でお説教をするのはね。優しい、たしなめてる。はっ、そうですね、すみませんでした。ナック怒られてやんの？くー、ほんとラムリは。ラムリ君。ラムリ君もワインなら仕事が終わってから一緒に飲もう。ごめんなさい。さあさあ、二人ともそんな暗い顔をしないで。どうかな、せっかく主様が来てくれたんだから、例の特別なメニューをお出ししてはどうかな。特別なメニュー？なんだ一体。え、これに何をくれるの？あ、そうです。おっと、何？そうでしたね、うっかりしてました。え？後で主様に届けようと思ってすごいものを作ったんです。すごいもの？期待しちゃうな。厨房から持ってきますから、ちょっとだけ待っててくださいね。ちょっと特別なメニューって一体何でしょうか？楽しみですね。おやおや、あれは主様。うわー、またトロピカルなジュース。トロピカル、なんだろう、お酒か、いやジュースか。お待たせしました主様。いかがでしょうか？主様をイメージして作ったトロピカルジュース主様スペシャルでございます。ネーミングセンス、なんだかすごい名前。すごい、とても大きなグラスに入ってます。はい、何せ主様は海のように広い心をお持ちのお方。ベタ褒めじゃん、ありがとな。
その器の大きさにふさわしいスペシャルなジュースをお作りいたしました。すごい。うん。パイナップルやマンゴー、オレンジなど、リゾート地ならではのフルーツを細かく刻んで食感が残ったジュースにし、その上から冷たいソーダ水を注いでいます。くー。いかがですか？夏に飲んだら最高だろうな。キンキンに冷えてるだろうしね。味も見た目もリゾート地らしく仕上げました。美味しそう。ねえねえ、主様、早速飲んでみてください。夏の暑さと疲れがいっぺんに吹き飛ぶ美味しさですよ。いただきます。これ楽しみだな。グラスには植物の茎でできたストローが挿してある。茎もおしゃれ。これはソーダ水と細かく刻まれたフルーツを混ぜ一口飲んでみた。どう？すっきりとした飲み心地で酸味と甘さが絶妙なバランスになっている。すごく美味しい。イエーイ、やった、主様に喜んでもらえた。やはり私のブレンドが完璧でしたね。自画自賛。作ってくれてありがとう。いえいえ、主様の喜ぶ顔が見られて幸せです。主様の喜ぶ顔を見てたら、僕も一緒にお酒を飲みたくなってきちゃったな。ダメだよ、怒られるよ、ルカスさんに。ねえねえ、ルカス様、少し休憩して飲みましょうよ。ルカスさん止めらんねえかんな、ワインだの、ワインのことになっちゃうと。え、ラムリさん、さっきお酒は仕事が終わってからって言われたばかりじゃ。仕事中に飲んだらダメだけど、休憩中なら問題ないでしょ。その後の仕事に支障が出るんじゃないか。大丈夫か。それはそうですけど、納得しちゃった。ルカス様、ルカス様、ほら、せっかく主様もいるんだし一緒に休憩しましょう。ただ貴族の方々の目もあるからね、ちょっとくらい大丈夫ですってね。ダメだ、ルカス様、お酒になるとすぐ揺らいじゃうよきっと。ルカス様も主様と一緒に楽しい時間を過ごしたいでしょ。そう言われると心が揺らぐな。ラムリ、飲んじゃう、飲んじゃうの。ほらラムリ、ルカスさんを困らせてはいけませんよ。はあ、さっきも言いましたが、お酒なんて飲んだら警備の仕事がままならなくなりますよ。それはお酒に弱いナックだけでしょ。僕とルカス様は少しぐらい飲んでも平気だし。そうだね、あ、飲んじゃうね、これもう我慢できなそうだね。確かに私も主様と一緒にお酒が飲みたいけど、けど、うんうん、耐えれるか、耐えれるのか。そうですよね、じゃあ早速。だけど。でもね、ラムリ君、主様と一緒に飲むのは今じゃなくてもいいんじゃないかな。そんな、今は警備の仕事をちゃんとしなくちゃね。さすがルカス様、耐えた。それにここは何かと騒がしい。もし主様と飲むならもっと雰囲気のある場所でご一緒したいな。くぅ、アピールしてきた。雰囲気のある場所？主様、今夜楽しみにしていてくださいね。おいおいおい、さらっと夜の予定入れてきた。私とゆっくり飲みましょうね。このモテを、うん、もちろんノンアルコールのお飲み物もご用意させていただきます。うんうん、はいはい、僕も主様と一緒に飲みます。それはいい。それだしたら噛んだ。それでしたらぜひ私もご一緒させてください。うわ、大状態になってく。私お酒は苦手なのでノンアルコールですけど。こりゃ宴だな。わかった。あらあら、主様大人気ですね。それからしばらくして、はい、3階の皆さん、いろいろありましたけどちゃんと警備されてましたね。正直最初に見えなかったあたりから少し不安に思っていたんですけど。3階の皆さんは自由な方たちですが、仕事はきっちりとこなしてくださる方々です。それにルカスさんがうまくまとめてくださっているので、はい、私はあまり不安に思っていません。信頼されてるんだね。なるほど。
だからベリアンさん、さっきラムリさんが暴走しかけた時も黙っていたんですね。そうですね。まあそういうことです。すると人混みの中から聞き覚えのある声が聞こえてきた。誰だ、どこにいるのでしょう。この声はフルーレたちかな。大悟は運河を渡ってなんか楽しそうな音してる。じゃあ今回はここまでにしましょうかね。区切りもいいので、次回は多分フルーレたちじゃないのかな、多分。はい、それでは一旦終わります。シュアンでした。いやー夏、まあ、時期的に今冬だけども、この時期にあえて夏を楽しむシュアン、マニアックだね。はい、それじゃあまたね。